あの晩私はウカリン長にカルテを渡すように頼んだわ。でもあなたはカルテを手にすることはできなかった。で、蓋開けたらなぜかあなたは屋台の中にいたと。よくわかんないですよね。ウカリン長は屋台を引いていた。そこまでの流れで一体何があったのかってことですよね。確かにあのカルテを北口一家の手に渡すわけにはいかない。でも院長先生、すっかり誤解して話にならなかった。どうやら私を北口一家からの回し者だと思ったみたい。だから諦めて帰ったけど、本当にただ話をしただけよ。まあこれはもちろん嘘ですよね。その院長室で何かがあって、あなたは屋台の中に入って、うかり院長は屋台を引くことになった。やはりあなたは手術のミスを知っていたんですね。だからカルテを隠滅しようとしたあなた自身のために。言い訳するつもりはないわ。それに私はあの医者に警告をしてやったのよ。北狐のお坊ちゃんが健康診断の結果を知って、今にここへ乗り込んでくるってね、身を守るチャンスをあげたわけ。ふむ、なるほど。それでは弁護人、尋問をお願いしましょうか。はい。これが最後の証言だ。すべてを見抜くんだ。俺たちにはそれができる。ここって、見抜くも使えますよね。あ、使うね。あの腕輪が、光ってるってことは、そういうポイントもあるってことですから、動揺ポイントが。あの晩私はうかり院長にカルテを渡すように頼んだわ。でも結果、渡してはくれなかった。やっぱりカルテを強奪しに行ったんですね。あなたピストルも持って行ったんでしょう。そんなさ、何も、まあ変な話で、まあか弱い女性ですよ、ナミナミナミさんは。何も武器なしに、そのうかり院長を脅迫することはできないですから、やっぱピストルは持って行ったんでしょう。ちゃんと聞いてた、私の話。頼んだだけよ。頼んだね。被害者は男性で体格も良い。証人が立ち向かえるとは思いません。だからピストルが必要だったんじゃないんですか。そうだね、ピストルでも持っていない限りは。ピストルがあれば南さんでもうかりさんを脅せたってことか。まあカルテが欲しかったのは認めるわ。あ、そっか、わかりました。同様で癖が現れてるポイントが。理由は簡単よ。確かにあのカルテを北狐一家の手に渡すわけにはいかない。滝田君との婚約がなかったことになってしまうからですね。それだけじゃない。カルテが奴らの手に渡ったらあなたの身も危ないですよね。今頃院長先生と二人仲良く屋台を引いていたかもね。どうやら証人も追い詰められていたようだね。屋台で死ぬのは嫌だしね、そこの子もそう思うでしょ。見抜きの最後は脱出マジック中に行方不明で決めてますから。あ、そうだったんだ。物騒なこと言うなよ。まあ、そしたらね、驚きさんがあなたを探しに追いかけることでしょうよ。だから私、カルテを手に入れなければならなかったの。まあ、それはまあそうですけど、でも院長先生、すっかり誤解して話にならなかった。誤解ですか。そう、もう全然話を聞いてくれなくて、私相手にブルブル震えちゃったり。それはあなたがピストルを持っていたからじゃないんですか。これはダメだわって思ったな。なんであんなほがらかに笑えるんだ。闇をね、ダークサイドに落ちてるからですよ、この人は。その誤解っていうのがまた傑作なんだけどね。どうやら私を北狐一家からの回し者だと思ったみたい。まあこれは本当にそう思ったんだろうな。回し者というと、私が北狐一家のためにカルテを取りに来たと思ったみたい。後継ぎのフィアンセだからね、そう思うのも無理はないさ。笑っちゃうわ、そんな風に頭が回る連中じゃないっての。あいつらだったら直接押しかけてくるわよ。でもビビった院長先生を説得することはできなかった。だから諦めて帰ったけど、本当にただ話をしただけよ。これで終わったら、あなたがそのなんていうのかな、屋台の中にいたっていうのもよくわかんないし、滝田くんがやってないとなれば、あなたはそのまま帰ったわけじゃないんですよ。
で、ここは揺さぶるじゃなくて見抜きましょう。これ確か首元だよね。違うかな。あ、ほらほらほら、いじってますよね。あなた首元どうしました？その話をするとき、あなた首元をいじりますね。何かあったんですか、そのとき。ただ話をしただけ、そいつは嘘ですね。何をいきなり、何を証拠にそんなことを。これさ、いろんなでも癖がある中で、ちょうどそこだけ見抜くって難しいよね。まあでも動揺がそこに現れてるっていうところで見抜いてんのかな。間違いない。なんとなく分かってきた。人は確信をつかれたとき、必要以上に動揺する。まさに今この瞬間。証拠はあなた自身です。その反応が、我々に正解を教えてくれてますよ。ただ話をしただけ、まさにその証言をするとき、あなたは無意識に緊張を紛らすための仕草をしたのです。仕草、何のことバカバカしい。あなたはスカーフのあたり、首筋をいじっていました。私には見えていました。何よそれ。キモい。なんだ、思った以上に聞いてるみたいだぞ。無意識な行動は本人も知らない真実を語る。嘘と仕草か。もしかしたら、あなたそのスカーフ取ってみてくださいよ。二つの点を繋いだ先に真実があるのかもしれない。そんな目で見ないでよ。私、本当のことを。どうやら、院長室のことを思い出すとき、スカーフの下が気になるようですね。無意識の仕草は何かを隠そうするとき、無意識に現れてしまう反射のようなものだ。うかり委員の院長室で被害者との間に何かがあった。そうですよね。だからこそ、指摘されたときにあんなに動揺したんでしょうね。あなたはそれをスカーフで隠そうとしている。あの晩、院長室で起こったこと、それを示す証拠品があります。ん？ああ、はいはいはい。これですよね。これだけまだよくわかってなかったんですよ。スタンドね。コードに赤っぽい汚れが付着してるんですよ。これって、血じゃないんですよね。おそらく、あなたの、まあ、マニキュアとかなのかな。つまりどういうことか。それは。ほら、またスカーフに手をやりましたね。このスタンドには少し変わったところがあります。電球が割れていて、コードには赤っぽい汚れがついている。まるでこれを使って、そこに首筋を隠す関係者を重ねてみれば、そこに見えてくる物語は必然のものとなります。周りくどい言い方をしないでよ。それじゃあそろそろはっきりさせましょうか。簡単なことですよ。涙みなみさん。その首のスカーフを取ってください。それでわかるんじゃないですか。キャー何回見たかその仕草も。その脇を見せる仕草。異議あり。これは公園で起こった殺人事件の真実を探るための法廷。どうやら論点がずれ始めているようだ。いや、ずれてないよね。異議あり。そこに至るまでの過程の中で大事な話なんですよ。論点がずれているかどうかすぐに分かりますよ。証人がそのスカーフを取ってくれれば、まあ、要するにその場でね、あなたはまず鵜狩院長を脅しますよね。で、鵜狩院長がカルテを渡してないってことは、多分何かしら反撃してきたんですよ。鵜狩院長はあなたに対して、それと関係してきますよね。その首のスカーフで隠してるものと、その電気コードの汚れが。私は拒否するわ。何よ、私は証言をするために来た善意の第三者よ。善意の第三者ね。証人、あなたは少し調子に乗りすぎたようです。何ですって。あなたはすでに善意の第三者ではない。そうですよね。ここまで疑われる根拠をたくさん
あなた自身で生み出しておいて、そのスカーフを取っていただきます。いやー、やっぱり思った通りでしたね、ナビナビナビさん。その首の傷は、まさか。あの晩ウカリンでやはり事件が起こっていた。あなたはどうしてもカルテを取り戻さなければならなかった。そう、恋人が用意したピストルを盗み出してでも。ちょっと待ってください。しかし、このスタンドと証人の首を見ると、そうですね。むしろやられたのは、ナミナさん側だった。明らかに逆ではないですか。その通りです。反撃を食らって、むしろあなたはやられてしまったわけだ。どうやらあの晩ウカリンで被害者になったのは、この証人の方だった。つまり、あなたはウカリ院長を脅そうとして逆に襲われてしまったのです。ってなると、あなたがあの屋台の中にいたのもなんとなく頷けてくるんですよね。これが事件当夜ウカリ外科院で起こった事件なのです。ぐっ。キャーはは。静粛に。一体何が真実なのですか。さっきの話は本当よ。私はあの晩院長室でウカリに教えてやったの。あのヤクザは全てを知ってしまったのよ。今からここへ殴り込んでくるわ。どうやらこの委員もこれまでみたいだな。だから早くカルテを始末するの。まあね、そのウカリさんからしたら、仮にそのこのカルテを始末したとしても、まあおそらく滝田君にね、寄られて、まあ結果いろんな散々なことにはなってたでしょうから、その金庫を開けてこっちに渡しなさい。自分だけ助かろうっていうわけかい。ここでうかりさんもダークサイドに落ちてしまった。なんですって。分かってるんだよ、うまく組に取り入ったつもりだろうがね。あのカルテを見られたら君もおしまいなんだ。だから君焦ってここまで来てるわけだろ。僕だけ貧乏くじを引くのはごめんだ。道連れが欲しいじゃないか、君という。それからどうなったんですか。あいついきなり私を床に投げ飛ばして、そしてあのコートで。なるほどな。あの男はウカリテルは本気だった。本気で私を絞め殺そうとしたんです。そのまま私は意識を失って、まあだからここでウカリさんはあなたを殺害したつもりでいたんでしょうね。だからこそああいう行動を取ったんですよね。なんという、あなたがその被害者だったとは。コードに残った赤い汚れ、証人のルージュだったわけだね。あの晩のことは思い出したくなかった。マニキュアとは違うの。だから今まで黙っていたんです。これで分かったでしょう。え、あ、そう、これでね、このそうそう、私は被害者ですと。私はそんな被害者なんだから、ウカリ院長を殺すことなんてできないでしょっていうことを言いたいんでしょうけど、私殺されそうになって気を失っていたのよ。その後ラーメン屋の屋台に忍び込むなんてできるわけがないじゃない。いや、でも実際あなたのその履いたスリッパの足跡が見つかってますから、あの場にいたのは間違い、つまりガリオさんの話が通っちゃうってこと。あれはただスリッパが屋台から落ちただけと。これで事件当日ウカリ院で何があったかはっきりしたようです。全然はっきりしてません。そこでウカリ院長の、悪院長じゃない、ウカリ院の院長室でそういう事件がありましたと。で、そっからの流れでなんでウカリさんは屋台を引いてあの場にいたのかなんですよ。どうやら被害者のウカリテロー氏にも事情があったようですね。すみません、私まだ緊張すると息が詰まってしまうんです。あ、ちょっと被害者ずらしてる、ちょっと待って。
そろそろ帰ってよろしいでしょうか。ふむ、この事件におけるあなたの行為は当然責められるべきでしょう。しかし、あなたもまた被害者だったとなれば、ちょっと待ってくれ裁判長、それはそれで同情すべき点もあります。いかがですかな弁護人、これでこの証人に対する全ての謎が解けたと思われますが、気がついてみればいつの間にか空気は彼女に同情的なものになっている。なんだか見抜き分からなくなってきました。あの人の秘密、これで終わりなんでしょうか。いやいや終わってませんよ。結果あの屋台の近くであなたの、まあ、履いたスリッパの足跡が発見されているし、で右のこめかみが撃たれたのもさっきね立証したじゃないですか。だからこの人が屋台の中で撃ったのは間違いないんですよ。あとはその鵜狩院長室の事件からここまでどういう流れで至ったかっていうのを説明できればいいだけなんですよね。それではこの証人に対する尋問を終了いたします。あ、まさかのここでガリュウさんが、あ、こういう流れだったっけ。クックック。そう、ガリュウさんはなんだかんだ何を言ってるのかな、熱いギグはこれからなのに。レッツロックガイズ、どういうことですか。やはり弁護士というのは爪が甘い。なぜ最後まで事実を追求しようとしないんだ。ガリュウさん、ガリュウ検事、ウカリテルは涙みなみの首を絞めて彼女は気を失った。それでは一体その後何が起こったのか。あ、やっぱりまだ先があったんですね。そりゃあるでしょう。でもあれだけ痕跡が残るほど首を絞められたんだ。みなみさんはしばらく動くこともできなかったはずだ。まあもちろんそうですよね。それでも屋台に隠れていたのがみなみさんだったとしたら、殺されかけた涙みなみ、屋台を引いていたうかり医師、うかりさんの気持ちになればいいんですよね。うかりさんは涙さんを殺したって思ったと思うんですよ。そしたらさ、死体をそのままそこに置いておくわけがないじゃん。どうにかしようって思うでしょ。そして運命の弾丸は屋台の中から発砲された。それが全て真実だとすれば、あの晩本当は何が起こったかわかるかもしれません。なみなみなみさん、お聞きの通りです。まだあなたの尋問を終わらせるわけにはいかない。ガリュウさんに乗っからせてもらいましょう。この私にどうしても殺人の罪を着せたいみたいね。驚いたことにそこの検事さんもね、いやまだ謎なところが残ってるからね、そこを追求しようっていう、そういうことなんでしょう。ガリュウさんとしてはね、僕はねただ真実が知りたいだけだよ。とにかく今までに分かったことを整理してみましょう。なんか今の一言ってある意味こうなんか昔のなんていうのかな、第1話じゃない、逆転裁判1や2ぐらいからの三剣さんを思い出しますけどね。真実を知りたいだけだよと。事件のあった日、滝田君は健康診断の結果からあの真実を追い求める姿勢がね、なんか三剣さんを連想させますよね。自分の体内にまだ弾丸が残っていることを知ってしまった。だからその組のピストルを持ち出して鵜狩医師に思い知らせてやることにしたのです。南さん、滝田さんからそれを聞かされたんですよね。だから先回りをして鵜狩外科医院へ行ったんだ。カルテに書かれた自分のサインを消すために。しかしそこで事件が起こった。そこからだな。よくわかってるじゃない。私は被害者よ。そのまま気を失ってしまったの。しかし、鵜狩院長はどうだったでしょうか。そう、問題はそこだね。涙みなみを考察してしまった鵜狩院長さんは、犯行の後何をしただろうか。死体の始末ですよね。次は。私気絶な、気絶していただけよ。殺されてなんかいない。ただ、鵜狩さんは殺したと思ったでしょうから、ウカリンの状況、そして公園での状況を考えれば院長先生が取った行動は簡単に推理できる。どうだいおでこくん、君にはわかるかい。これはガリュウさん教えてくれてるね、こっちにね。
うかり院長が取った行動は一体何ですか。もう向こうは分かってんだね、ガリュウ京也さんは。うかり院長はなみなみなみを考察したと思い込んでいた。その後のうかり院長の行動を示す証拠品はここでね、屋台ですよ。うかり院長はね、なぜか屋台を引いてるんですよ。しかも屋台の中をその空っぽにしてね、屋台に何か入れられるようにして屋台を引いてるんですよ。屋台吹き屋の屋台、これを盗み出したのはうかり院長だったのです。何よそれ。私を殺したショックで屋台を持ってきちゃった。まあそれ、まあその動揺してたのは間違いないんだけどね。委員には屋台の中にあったはずの大量の丼が残されていた。屋台が委員に持ち込まれたのは明らかです。問題はなぜ屋台の丼が持ち出されたか。あ、もしかして屋台が重かったとか、もしくは丼の代わりに何かを乗せようとしたか。それですよね。あ、まさかそれはどうやら見えてきたようですね。うかり院長が丼の代わりに屋台に乗せたもの、それはなみなみなみさん、あなたの死体だったのです。私ですって。少なくともうかりさんはそう思って入れたんですよね。うかり院長があなたを殺害したと考えていたならば、不意に考えるのは当然死体の始末だね。もちろん。何をバカな、どうしてそんなバカな話になるの。いや、なるでしょ。だってそのままだってあなたを放置してたら、まあ、良くないですから。推理を進めましょう。何かが見えてくるはずです。うかり院長はあなたを始末するためある場所を目指した。そしてその場所に向かう途中、被告人来た来た来たと出会ってしまったの。意義あり。それはどうだろう。ん、何ですかね、ガリュウ検事。公園内に入ってしまえばそこは行き止まりじゃないかな。いや、あの公園にはこれ見れないかな。あの人情公園のところ、川が見えますよね。人情公園の左側。要するにそういうことですよ。そうよ、院長が自分で公園に行くわけがないわ。あの屋台はそう、お坊ちゃんの偽装工作よ。もう意味不明でしょそれ。どういうこと。行き止まり。それならばこう考えればいい。そこが目的地だったのだと。なんですって。どうやら弁護人には考えがあるようですな。屋台を引いたうかり氏がどこを目指していたか、それでは指摘していただきましょう。あそこに流しちゃえばね、いいわけですから。ここですよ、川。川に流しちゃえばいいですから。そこは川。彼はそこへ向かっていた理由は言うまでもありませんよね。死体の始末。じゃあ、あいつ私をその川に、でしょうね。捨てるしか思いつかなかったんだろうね。これで不自然とされていた状況が全て整いました。犯行現場に屋台を引いてきた被害者、それに対する被告人、そして屋台の中にはあなたがいる。あ、そして最後の仕上げです。公園にはその時パンツの川津京作さんがいました。そして彼は犯行の瞬間叫び声を上げた。悲鳴を上げた。待ちたまへと。そしたらあなたがそこに今いる。私が撃ったというの。あなたなら滝田君のピストルを盗むことができる。あなたしかいないのです。